B.O.A.C. スチュワーデス殺人事件は、1959年に発生した日本の殺人事件。英国海外航空の日本人、女性客室乗務員が虐殺され、遺体となって、東京都杉並区で発見された。犯人特定、犯人逮捕には至らないまま、1974年3月10日に、控訴事項が成立、未解決事件となった。 死体発見現場1959年3月10日の午前7時40分頃、東京都杉並区の全福寺川下流で、英国海外航空の日本人、女性客室乗務員が水死体で発見された。はじめは自殺と認定されたが、翌11日に、慶応義塾大学病院での司法解剖の結果、他殺の疑いが高いとして捜査が開始された。 被害者の交友関係からカソリック杉並ドンボスコ修道院の会計主任でベルメルシュ・ルイズ神父が捜査線上に浮かんだ。警察は重要参考人が外国人で神父であることからマスコミに知られて騒がれると捜査の障害になるという理由で極秘に捜査を進めていた。だが、1五十九年四月十二日 NHK のドキュメンタリー番組 日本の素顔で横浜出入国管理事務所の壁に貼っている複数の顔写真の中の新婦の写真がクローズアップされ、これをきっかけに重要参考人の顔と名前がマスコミに漏れてしまうこととなる。弁護人とバチカン大使館一等書記官の立ち会いの下での事情聴取が第1回目が5月11から13日に第2回目が20日、22日と 計5日間にわたって行われた。事情聴取をしたのは平塚八兵警部補である。だが、進展はなく、6月11日、新婦は病気療養のため、正規の出国手続きを経てベルギーに帰国した。出国の許可にあたっては、警察は正規の出国手続きが取られていたことを把握していながら、 外交的な措置を求めるだけの証拠を提示できず、神父の出国が許される結果となった。この問題は国会でも取り上げられた。事件は解決のめどの立たないまま、1974年3月10日、控訴事項を迎えた。被害者は前年の12月、英国海外航空がコメット機構炉の開始に際して初めてスチュワーデスに採用した。 日本人女性の9人のうちの1人だった。そして、この事件の前後の英国海外航空の他のスチュワーデスが金や麻薬などの密輸に関わった事件が発覚している。国際的、組織的な密輸ルートに関わる暴力事件ではないかという説もある。殺されたスチュワーデスジロカクロカは、井ノ正人が自身のプロダクションで制作し、脚本、監督を手掛けた。 当初は、神は人を殺したまうかというタイトルであったが、殺された、スチュワーデスジロカクロカに解題された。事件発生の同年にあたる1959年の10月6日に、大英で公開された。フィクションと断ってのストーリーであったが、カトリック教会からの批判などで公開が短期に終わった。その後、名画座等で上映されているが、後半のレポート部分はべてカットされ、 セリフも一部消されたカット版である。なお、猪俣正人が教弁をとっていた、日本大学芸術学部映画学科のフィルムライブラリーには、ノーカット版が保管されている。その後、小説日本列島でも扱われ、日本列島として映画化された。ありがとうございます。